悲しみよ、こんにちはは、1954年に発表されたフランスの作家フランソワーズ・サガンの小説。サガンが18歳の時に出版された諸女作である。題名は、ポール・エルアールの詩、直接の生命の一節から取られている。17歳の少女セシルが、コート・ダ・ジュールの別荘で過ごす一夏を描く。22カ国で翻訳され、世界的なベストセラーとなった。 ルモンド20世紀の100冊の一つに数えられる。1957年に映画化され、ジーン・セバーグがセシルを演じた。その際の短い髪型が流行し、セシルカットと呼ばれ、ブームになった。また、日本では、1967年に舞台を、那須高原に置き換えた、あずさ英子主演のテレビドラマが制作されている。18歳になるヒロインのセシルとやもめである父の、 レーモン、その愛人のエルザは、コートダジュールの別荘で夏を過ごしていた。セシルは、近くの別荘に滞在している、大学生のシリルと恋仲になる。そんな彼らの別荘に泣き母の友人のアンヌが、やってくる。アンヌは聡明で美しく、セシルもアンヌを慕う。だが、アンヌと父が再婚する気配を見せ始めると、アンヌは、母親善として、セシルに、 勉強のことやシリルのことについて厳しく接し始める。セシルは今までの父との気楽な生活が変わってしまったり、父をアンヌに取られるのではないかという懸念に駆られ、アンヌに対して反感を抱くようになる。やがて葛藤の末にセシルは父とアンヌの再婚を阻止する計画を思いつき、シリルと父の愛人だったエルザを巻き込んで実行に移す。 アンヌは自殺とも事故とも取れる死に方をする。ありがとうございます。